洞窟の十字架。ほんの宝探しごっこのつもりだった。そんな風に冒険したい年頃だったのだ。近所の山の崖崩れがあったみたいなところに洞窟の穴があった。その入り口は鉄の扉で塞がれていた。丈夫そうな錠前もかかってはいたが、扉の帳板は錆びて壊れていた。というか、誰か壊したに違いない。そういうわけで私は、夏休みのある日、懐中電灯だけ持って、一人洞窟の中に入ったのだ。しゃがんで歩けるくらいの高さで、狭い通路がまっすぐ奥へと伸びていた。しばらく進むと、両側に横穴のある場所に出た。やはり噂は本当だったのだ。戦時中この洞窟は防空壕としても使われていたそうだが、その昔は隠れキリシタンの教会だったという。だから通路が途中でクロスして、それぞれ行き止まりになり、全体で十字架の形になっているというのだ。とにかくそのまま前に進む。だんだん天井が高くなってきて、やがて中腰なら立って歩けるようになった。残念ながらそこから先はよく覚えていない。懐中電灯の電池が切れかけた記憶もあるから、おそらく途中で怖くなって引き返してしまったのだろう。それとも、いやいや、そんなことはあるまい。なぜなら現在、私はキリシタンでもクリスチャンでもないのだから。